ウマ娘映画の話をしておきたいと思います。まあ、最初に言っておきますが、ウマ娘アニメに対してかなりマイナスイメージを持っていまして、予言になるか、反転アンチに入りかかってるやつの誰事で終わるのかは、まあ、半年後ぐらいにはわかると思います。まず、ウマ娘映画の成功コースについて語っておくと、小規模上映でこじんまりやるんだったら採算取れそうだと思います。まあ、一週間ぐらいの上映にして、まあ、ちょっと、田舎の映画館では上映しないぐらいの関数だったら採算取れそうですね。アニプレックスで言うと、青豚やコンシェルジュさんぐらいには、まあ、ニッチを攻めていくんだったら、いいんじゃないかなと思います。ただ、ウマ娘、これ、東宝でやるんですよね。まあ、実際東宝の YouTube チャンネルで公開されてますし、東宝は大手だから、ここで300巻だの、400巻だの、箱を取りまくると、サンドランドを受け継ぐものになると思います。あれ、鳥山明先生、ドラゴンボールの人の書いた、まあ、マイナーな作品なんだけど、もうこれを、いっぱい箱を取らせてやったら、なんか、採算取れな、そうな感じだったっていう。ただ、作品的には良かったんですけどね、サンドランド。まあ、要するに、そこまで人は入らないということです。これはもう断定していいかな、うん。いや、もう、ナロミマンでしょ、うん。無職先生や薬屋の独り言でも映画化した方が人入れそうだし。まあ、ルディもマオマオも東宝の子ですからね。というのも、基本的にね、アニメ映画や特撮映画っていうのは、キャラの延長線を見に行くものだと思うんですよ。例えば、スパイファミリーだと、アーニャやホージャー一家、影の実力者だと、シャドウ様や夏目先生、まあ、来年も総集編いっぱいあるけど、まあ、鬼滅は炭治郎たち、まあ、ボッチザロックは結束バンドが好きだから見に行くんでしょう。まあ、ゴジラも設定は毎回結構変わるけど、まあ、黒光りして、口から熱線を吐いて、人間どもを蹂躙して、通常兵器はほとんど弾いて、破壊神であるというところはゴジラさんは何も変わらないわけですよ。まあ、だからマイナスワンでも人気あったわけだし。テレビアニメシリーズで知らんやつをそのまま見に行かせるブランドを成立させるってね、本当にね、ハードルが跳ね上がるんですよ。うん。まあ、例外は新海誠監督や宮崎駿監督ぐらいで、それこそ君はどう生きるかは、まあ、ほとんどの情報を日本だと伏せてたんだけど、それでも宮崎駿の多分最後の作品になるだろうからみんな見に来たし、麻痺等を見に来たわけではないんですよ。宮崎駿のキャラを見に来たんですよ、多分。そして、ウマ娘映画もこのパターンになっちゃってて、アグネス・タギオンとマンハッタンカフェは、まあ、声優的にも、アプリのキャラ的にも、ファンアート的にも、まあ、人気はあるキャラだと思うんですよ。まあ、史実的にもね。うん。ただ、アニメとしてはまだまだ未知数で、まあ、特にアプリやってなくて、競馬知らない人にとっては知らんキャラでしかないから、まあ、知らないキャラの、なんか、上坂すみれさんと小倉優衣さんのキャラって感じでしかないから、ジャングルポケットに至っては、あれ、こいつ主人公でいいのかって正直思っちゃったし、まあ、確かにアプリのサポカ性能は北さんブラック超えてるけど、こいつ主人公でいいのかってちょっと思ってたから、あとちょっとやっぱシンデレラグレイフォロワーみたいな作画やっぱちょっと正直やっぱ好きじゃないっていうか、まあ、直接言っちゃうと気持ち悪いです。僕の意見ですけどね、うん。あと、サイゲは海外人気を舐めすぎだと思う。最近の作品で、なんか、キララの放文社とサイゲームスは海外アンチすぎて、それでついてこれてないんじゃないかなって思います。放文社さんはまだ、ボザロ絡みでアニプレとの縁があるけど、サイゲは海外嫌いだから、なんか知らんけど。でも最近のアニメ映画って、海外でも、アメリカの方でも人気あるんだよ。早尾宮崎のおそらくファイナルムービーの君行き、あるいはガッツイラマイナスワン、まあ、影の実力者、ボザロ、鬼滅、まあ、そこら辺もなんだかんだそれなりに海外人気あるから、それなり以上に。まあ、こいつらと違って、馬娘はもう日本の馬だし、まあ、そこら辺で競馬補正は効かないし、キャラとしても、アニメとしては完全新作だから、まあ、海外では絶対売れないと思うし、もうこれは断定するから、まあ、二重苦だよね、うん。まあ、ファンムービーとしては悪くないんじゃないかなと思いますけど、小規模上映にすべきです。素人意見だけど。それこそ、まあ、矢野ひなきさんがメインキャラやってる、ラブライブの虹ヶ崎みたいに、OVA でちょっとやって、映画やって、っていうんだったらまだ目があると思うんだけど、そこら辺判断してくれそうなアニプレとの縁はないんですよね。東宝は、たまにやらかしますからね。どうしてこうなっちゃったんでしょうね。まあ、一つだけ言えるのは、3期はやんない方が良かったと思います。はい。
まあ僕はどうするのかっていうと、まあ、サブスク来たら見ます。まあ、鬼殺隊最後の日常とか、月見英子さんや後藤一人の、まあ、かつての奮戦とかだったら見に行きたいけど、ウマ娘アニメはなんか当面いいかなって3期で思っちゃったし、まあ RTTT を映画公開してたらどうなるのか分かんないけど、あれはまあ無料配信だから見たっていうところもあるから、まあウマ娘アニメからはちょっと距離を置きますか。まあ、シングレとスタブロとピスゴルとウマ娘飯あたりは見ていきたいと思います。以上です。